俺の力を借りるからには相応の代償を支払ってもらう。人知を超える力を欲すればそれだけ代償も重くなるんだ。しょうがない、シェルターへ行こう。いいんですか、こんなことして。説得力に欠ける言い訳ですね。俺の本性を知らないでけなげに俺を育ててくれた。彼女が病気になった時初めて思ったんだ、恩返しがしたいと。そうかもしれないけど、前園さんみたいな人気者は僕みたいな目立たないやつ気に留まらないと思ってた。僕だけ休んでるわけにはいかないよ。ジャンプのカラーは人気漫画と新連載と再生紙の色だけで十分だってね。会いに行こっか、その色使い君に。大丈夫さくらちゃん、ちょっと美味しいもののあるお店見つけたんだ。明日の1時にペンギン公園で待ち合わせ。カバン持ってもらえる？でもないさ、君も大したもんだよ。やっぱり可愛い子はゲームのセンスもいいのかな。貴様、僕に言ってるのか。僕は神だぞ。まあいいです、どうぞ座ってください。狙うべき理想の一点、ターゲットの急所だ。最後には必ず殺す。よろしくな、お前ら。若い子解剖するのは久しぶりね。なるほど、じゃああなたも殺人鬼を狙いに来た商売敵ってわけね。体調覚というだけあってそれ相応の危機回避能力はあるようだな。子供らしい生活を送るってミツルさんと約束したんです。